どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。今回もまたこの小さなウクレレを使いまして、いろいろな曲に挑戦してみましょう。さあ今回はロックバンド、疾走感たっぷりのロックバンド、アジアンカンフージェネレーションのリライトという曲を、このウクレレを使いましてガズレレ流超絶簡単バージョンでやってみようと思います。この曲はストレートでガーンと、もう最初聴いた時はショックでしたけどね。もう今や定番曲、ロックのこう、J-ロックの定番曲になりつつあると思うんですけど、この曲はね、ほんとストレートで、シンプルで、出てくるコードも5個だけですからね。はい、やってみましょう。いつものように2バージョン。最初のバージョンは4つ弾きで初心者様にとっても優しくできるように、なるべく簡単にしたガズレレ流超簡単バージョン。後半は、疾走感バッチリのかっこいいバージョンで、まさに疾走ビートです。はい。バッチリ決めたいと思います。最後までご覧になってください。さあ、大好きな曲、影響を受けた曲、人生を変えてくれた曲、そんな大切な曲をカラオケで歌うのもいいですよ。CD 聴くのもいい。だけれども、楽器と一緒に歌う弾き語り。これがもう本当最高なんですよ。ぜひ皆さん体験してもらいたいですけど、やっぱり無理だよな、私はと思うじゃないですか。ピアノとか弾きながら、ギター弾きながらかっこいいけど、ちょっと私、無理。ウクレレだったら大丈夫なんですよ。ウクレレはすぐできます。はい。簡単なんですよ。だけど、ただ簡単じゃないです。すごく奥が深くて、ほんとやりがいがありますんで。弦も4本しかないからね、コードを押さえるのも簡単だし、ちっちゃいから持ち運びも便利で、いつでもこう触ってられますから、いいと思いますよ。そして今ご覧になってる、ガズレレ YouTube チャンネルを見てるだけで、もりもりできるようになりますから、あ、やっぱ音楽が聴くのもいいけど、やる方がね、楽しい。はい。で、ガズレレ YouTube チャンネルでしたらですね、スマホでもね、見られるでしょ。いつでもどこでも見られるし、なんていうの、ちょっとした空き時間でもいいじゃないですか。そういうのがいいと思うんですよね。あと無料だもん、YouTube は。はい。それでどんどん楽しい音楽を、まあ、自分でやるのが、楽しいと思うので、ぜひやってみてください。じゃあ、ここにリンクありますけど、ここのリンク先の初心者レッスンはここというところにジャンプしてもらって、そこから数字の1から順番に動画を見ていくだけで、あれ私結構弾けてんじゃん、今。うんってなると思いますよ。はい。いいですか、ここですよ。初心者レッスンはここ、クリック、いってらっしゃい。いってらっしゃい。そこにはガズが今まで取りためたいろんな曲、ありとあらゆるジャンルの音楽が簡単ウクレレレッスン動画としてもう700曲ぐらい上がってます。はい。最新 J-POP、ロック、夏メロから洋楽、ハワイアン、アニメソング、映画の曲、演歌、もう何でもあります。キッズの曲もあります。はい。ぜひさっきのリンク先の下の方に、リストになって曲がありますんで、行ってみてください。さあ、それでは、リライト。アジカンのね、リライト。まずはシンプル簡単バージョンからやってみます。ワン、ツー、ワン、ツー。でれでれでれ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 。消して、リライトして、くだらない超幻想、忘られる存在感を、起死回生、リライトして、意味のない想像も、君をなす原動力、全身全霊を、Oh
汚い嘘を消して未来としてくだらない超幻想忘られる存在感を起死回生未来として意味のない想像も君をなす原動力全身全霊をくれよ アジカンリライト。まずはシンプル簡単バージョンやってみました。一応全部のパートをちょっと網羅しているんですけど、どうでしょう。結構出てくるコードは簡単コードでございます。でですね、さっきコード5個って言ったんですけど、ちょっとこのうちの1個 D7 はね、前奏で1ブロック出てくるだけです。ほぼ4つですね。はい。じゃあ、いつものことなんですけど、動画のテロップと一緒に演奏してもらうのも最高ですよ。なんだけど、やっぱりね、自分でノートに書いて、このノートを見ながら、自分が主題でやるっていうのもぜひやってもらいたいと思います。その時の参考になるように、私のノートを見てもらいたいと思います。はい。ここ今、イントロね。さっきも言ったんですけど、ここの1ブロック、ここだけ D7 が出てくるだけです。あとは入門コードですからね。はい。じゃあここから一時停止してしながら、メモっていってください。ここは結構シンプルで。で、ここがでん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 で、感想星ですね。はい。で、ここが1、1A ブロック。で、これはやっぱロックの曲っていうのは、1、2、3、4、1、2、3、4、1ブロックが早いんで、こういうちょっとちっちゃい表記になって、いつもよりちっちゃい表記ですけど、その分言葉がちょっといっぱい詰まってる表記になってしまうということでございます。ちょっと待って、こうやって見せよ。はい。はい、いいかな？こんな感じ。で、ここまた乾燥星が入って、また今度2の A ですね。で、ここからもいきなりサビ突入です。この辺のね、この言葉の畳みかける感じがすごくやっぱり特徴的ですね。はい、コード進行はめっちゃシンプル。はい、いいですか？で、ここがちょっと不思議なとこ。ね、たっ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 てとこなんですけど、ここね。はい。ここの今下になんかにいろいろ書いてあるでしょ。これ後で解説します。これかっこいいバージョンでちょっとこのアレンジをしたいなと思ってます。あとはですね、ここになんかダダダダ、ここも後でかっこいいバージョンでやるんで、ここは後で解説しますね。じゃあ出てくるコードの解説。まずここ見てください。はい。C、A マイナー、F、D7。はい。D7 が、ここから D7。G7 ですね。でも D7 はさっきも言ったんですけど、イントロのここの1ブロック1箇所しか出てこないので、ほとんど実質コード4つですね。C、A マイナー、F、G7。これでアジカンの曲できるとか、もうほんと音楽っていうのはすごいですよね。表現力の幅が。はい。で、このコード4つで、4つ、5つでやってみようと思いますが、これはですね、5個でしょ？入門コードなんですよ。これすごい入門コード。ウクレレ今日初めてこの動画見たっていう方も中にはいらっしゃると思うんですけど、まずですね、コードっていうのを覚えなきゃいけません。で、最初の基本になるのは C と A マイナーと F とか G7 あるんですけど、ほとんどそれでできるんですが、これ見てください。ガズレレ必須コード、ここに必須って書いてあるでしょ。これはですね、ガズレレで今、ウクレレ始めようと思った方、まず最初に最優先で覚える8個のコードのグループがあります。はい。8個のコードっつうと、なんか8個もあるのかと思うでしょ？だけど、例えば1本指のコードとかもいっぱいあるんだもん。例えばこの C とか Am なんていうの、これ、1個だけしか押さえてないでしょ？こういうのも入れてるの8個ですから、相当簡単です。で、以前、で、コードっていうのはほんと星の数をだって全部覚えようと思ってもそもそも無理なんで、まずガズレレでウクレレとか音楽に出会った人は、このガズレレ必須コード8個、まず最優先で覚えてください。いいですか？以前私がめちゃくちゃわかりやすく解説してる動画を、ここに貼ります。この動画めちゃくちゃもう本当にね、いいですよ。わかりやすく楽しく、面白おかしくコードが頭に入ってくる。ぜひここで 8個のコードマスターしてください。そのうちのこれ5個なんで気が楽になりましたね。はい、よかったです。はい。じゃあここからかっこいいバージョンの解説に入っていきます。かっこいいバージョンはですね、さっきも何回も言ってますけど、疾走感。疾走感、疾走感。これを出したい。いい リズムがあるんですよ。はい、ここに書いてある。疾走ビートっつうのがあります。ちょっとじゃあ、やってみましょう。疾走ビート。C を押さえます、コードはね。これです、疾走ビート。これね、すごく疾走感あるんですよ。ちょっとサビやってみましょうか。決して出会いのせいがならない。
で、これよく見ると、じゃ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 って全部弾いてる中でアクセントつけてるだけです。ドゥドゥダドゥドゥドゥダ。はい。これを疾走ビートというふうに私、ガズレレでは言ってるんですけど、以前この疾走ビートを特集しためっちゃわかりやすいリズム解説の動画、ここに貼っておきましょう。このリンク先はですね、ウクレレでできるリズムのいろいろというガズレレのホームページの1枚で、その中から疾走ビートを探して見に行ってください。そこに、やり方書いてあります。さらに詳しく書いてあります。ぜひ、このリズムでやります。で、ですね、ちょっと先に細かい君を言っとくんですけど、サビの最後の言葉を畳みかける、君をなす原動力全身全霊をのところのところに、ここに、ダッ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 ダって書いて、ここはですね、カッティングでちょっと止めたいなって感じ、ちょっとやってみましょうか。サビの最後のところです。意味のないそのも、君をなす原動力全身全霊を、分かった。じゃっち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 ゃって、とにかくこう、カットしたい。今私左手でこう止めてるんですよ。これをカッティングと言います、カッティング。これもカッティングのやり方もさっきのところにあるんですけど、ここはまあカッティング難しかったら、じゃん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 、ちょっと普通にノリを変えるだけでもいいと思う。アクセントつけましょう。はい。で、あの不思議なパートあるじゃないですか。めっぱえてたかんちょう。あそこでちょっとね、面白いことやろうと思います。見てください。Aマイナー押さえてるんですけど、2弦。2弦だけ0303、0っていうのは普通の Am ですけど、この3を入れると面白く表現になります。こうです。いいですか ?Am 押さえたまんま、2弦見てくださいね。0303、03。これで歌おうと思う。めぱえてたかんちょおきてってやんで、ちょっとカッティングも入れたらして。面白いでしょ?んで、これでやりたいと思います。Am 押さえたまま2弦の3フレットを離したり入れたり離したり入れたり0303、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 03
います。で、これで疾走ビート満載でいってみましょうと思ったんですけど、今日はちょっとメロディー弾きを入れたいと思います。これはね、面白いですよ。どこで出てくるか。ここです。ここに出てくる感想星。でん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 。1A が終わった後、また同じフレーズが出てくるんですけど、このフレーズを弾いてしまうと。ちょっとやってみますね。こうです。ワン、ツー、スリー、フォー。やりたいでしょ、これ。これ面白いんですよ。これはですね、ちょっと書き出してみました。ここに、書いたんですけど、ちょっとこれ、見える？一応さっき、スキャンしといたんで、これ、この辺に、ここか。これに見せましょう、これ。はい。これはですね、解説すると、でもね、ちょっとまた。まずこれで解説させて、後で表記するから。はい。まずね、これ、今のところのこの、乾燥星の、こっからここまでの部分を拡大してます。で、これはタブ譜という楽譜で、ここのね、赤いところ注目してください。これ上から1弦、2弦、3弦、4弦なんですよ。この赤いところのメロディーを、弾きたいんですよね。ここ、ただの F ですね、これ。じゃんじゃじゃんじゃじゃじゃんじゃじゃんじゃん。まずは F を弾いといて、この赤いところだけのメロディーをちょっと弾いてみます。2弦の000、3弦の2020です。いいですか？ F を2回弾きます。じゃんじゃ。この後、2弦の0、ダンダダ、次、3弦の2、3弦の0、3弦の2、0、そうすると、次、今度は G7 になりますね。ここから G7 になりますね。G7 をまた2回弾いて、この赤いところだけ弾いてみようと思います。この同じフレーズをコードを変えてやるというイメージで捉えるといいかなと思って書き出しました。いいですか？そうするとジェンデデンデデデンデデ、この時は F の中でこれやってるもんだから、4弦の2フレット押さえたまんまこれをやるって、こっち弾かないって感じですね。で、こっちは C の中でやるから、ここがちょっと難しい。1弦の3フレット押さえて3弦の2020だから、この辺がちょっとあれなんですけど、この表の見方まるでわからないよって方、これはタブ譜という表になってまして、その読み方を解説している動画、ここに貼っておきましょう。タブ譜っていうのはマスターした方がいいですけど、こういうちょっと
パッとこうじっくりやらないとは覚えられないようなフレーズはこれタブフっていうのをやります。あ、今ここに、それをリンク貼るんで、まあ、一時停止かなんかしてメモっといてくだされば嬉しいと思うんですけど、ちょっともう一回やってみますね。まず F を押さえます。デンデアップで人差し指離す、要は Am なんですけど、デンデデンデデ、この後 Am のところ押さえたままに3弦の2フレット、デンデデンデン、最初からいきますよ。 F 離して3弦の2020、はい、これが前半。後半は今度 G7 2回です。じゃんじゃ、今度また人差し指離すでしょ、ダンダダ、この後難しい C を押さえたまんま3弦の2フレットを0、分かった。 G7 離して今度2020G7 で真ん中、人差し指離して C を押さえてると同時に3弦の2フレット、あとこれストロークの中でやりますからちょっとゆっくりやるんで右手と左手の関係見といてください。まあ F からね、はい、次後半 G7 じゃん、離して C、 はい、もう一回、はい、今度 G7、 ここがちょっと忙しい、はい、これちょっとゆっくりじっくりやってみるとこれできるよね。しかもこれを疾走ビートの中でやりたいんで、ちょっとかっこよくやりますよ。ワン、ツー、スリー、フォー。かっこいいですね、これ。これは強弱をつけてるパターンです。チャではないんですよ。チャだと止まっちゃうんで、だがずだが、疾走ビートの中でこのフレーズを弾くと。なかなかここで、ここはですね、ちょっと難易度は高いんで、ちょっとこれ難しいと思った方はさっきみたいに、でん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 、疾走ビートででん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 で本番やってみるのがいいと思います。いずれこういうのゆっくりやって、もうこういうのは毎日毎日こう練習して知らないうちにあれなんかできてるなっていうのが理想だと思うんですけど、まあまあそう焦らずに、やりましょう。楽しんで。はい。で、今回のこれ、ライト、アジカンの曲は、やっぱり疾走感というか、勢いですよね。まあ、それを最重要課題においてやろうと思います。じゃあ、ライト、アジカン。かっこいいバージョン、やってみる
はい、リライトアジアンカンフージェネレーションかっこいいバージョンやってみました。どうでしょうか。ズブダカズブダカズ、あのね、強弱だけでこう持っていくあの疾走ビート、これがこう 全体をこうブワーッとこう疾走してもう突っ走ってる感じが出せるといいんですけど、案外スピードは実は速くないんだけど速く感じさせるっていう感じがやっぱりこのロックバンドのこうガツガツしたこうロックスピリッツだと思うんで、そういうのをこう心でもねちょっと感じながらやるとまたこの勢いが出ると思います。はい、あのサビがね消してってあの行くところがまあとっても気持ちがいい感じですね。あれを体験するとねいいです、やっぱりこれ。はい、ぜひ皆さんやってみてください。ありがとうございます。いろんな曲ね、どんどんウクレレで弾いて楽しくなったら、今度はその楽しさを皆さんの周りの家族やお友達や同僚さんにこう教えてあげるのもまた楽しいことですから、ぜひあのウクレレどんどん広めてあげてください。よろしくお願いします。はい、ガズレレいろんなイベントをやっております。イベントとかグッズ販売とかも、本もいっぱい出してるんですよ。ぜひ皆さんご興味ある方これからご案内しますんでご覧になってください。ありがとうございました。どうぞガズレレホームページご覧になってください。どうぞこちらにリンク貼っておきます。ホームページを見ていただくとも大体のこと書いてありますんでチェックよろしくお願いしますね。はい、でイベント情報なんですけど、3月イベント行きます。3月30日四日市、3月31日は浜松行きます。はい、その後の予定もバーッと書いてありますんで、チェックしておいてください。詳細はホームページに書いてあるのでよろしくお願いします。そのイベントが続くと何に向かっているのか、はい、こちらです。2019年9月1日日比谷のヤオンデカズレレ、こちらですね。もう指導し始めてます。今もうちょっとするともう本当にあの詳細公開されるんですけど、今しばらく待ってくださいね。で、ホームページに行くともうその特設ページは一応できてるんで、ちょっと一回覗いてください。随時更新してます。今はまだあんまり情報ないですけど、LINE アットなんかはホームページのトップページに出てますんで、LINE アットで、最新情報をゲットしていただく。これもお願いいたします。でですね、ガズさんいろんな、イベントもちろんやってるんですけど、本も出してますよ。はい、こっちの方は主婦の友社から発売されてる私の人生って、僕がね、白血病で骨髄移植させていただいてるんでね、もういろいろ考えることがある。そういうことをうまいこと伝えてくれた本なんで、これぜひ読み物です。こちらぜひ、主婦の友社、から出てますんで、全国の本屋さんで注文など書店にもあると思います。よろしくお願いします。はい、こっちリッドミュージックから出てるウクレレ教則本、超初心者向け、これはものすごい大ヒット中です。もう4スリぐらいの重版になってますから、よろしくお願いします。はい、こっちは毎度おなじみガズレレ歌本シリーズで、今もボリューム5まで出てます。累計3万部。もう全部手書きです。このさっき見せたこういうのが全部スキャンされて、ちっちゃいこのね、これです、これ。はい、ガズレレ歌。こんな感じで出てます。1冊につき50曲入っていて、ボリューム5になるんで、250曲ぐらいの歌本になってます。まずさん、CD も出してるんでね。レッツゴー最高。これ CD なんですよ。はい、こっち。かっこいい版と、練習版の CD。これがね、私のガズレレ仲間の人はこれ弾けるようになっておいてください。お願いします。これも、ホームページに書いてあるんで、CD。ああ、もう盛りだくさんですよ、もうガズレレで。もうね、伝えたいことがいっぱいです。大変です。フォローしておいてください。ホームページ見てください。それでは、また音楽で楽しい時間をいっぱい過ごしましょう、皆さん。楽しい人はどんどん教えてあげて、豊かな人を増やして、自分も豊かな。最高ですね。ありがとうございます。またよろしくお願いします。さよなら、バイバイ。倍増。